ザ・クリエイターの中島よしきです。皆さんこんばんは。アシスタントザ・クリエイターの塩谷文吉です。あ、こっちか、こっちですね。はい。お前口にギリ芋入ってるんだねというわけでね、ザ・クリエイトの時間やってまいりましたけども、はい、こちら私、中島よしきと塩谷文吉がざっくりといろんなものをクリエイトしていく。めちゃめちゃマックのゴミあった。ごめんなさい。はい、ざっくりといろんなものをクリエイトしていく番組なんですけれども、本日はですね、我々がちまちまクリエイトしてきたこのざっくりルームにですね、初めてのお客様を招いて、だらだらと、ゲームでもやっていこうっていう、あとね、このざっくりルームにインターネット環境ができたということで、まあ、どんなことができるのかなっていう、まあ、テスト放送的な意味合いも兼ねまして、今日は楽にやっていきますので、皆さんもね、楽に飯でも食いながら、お酒でも飲みながら、はい、なんかテレビでも見て、なんか BGM とかしながら、ぜひ見ていっていただければと思います、はい、ということで、本日スペシャルなゲストをお迎えしてます。小林大志さんと津田玲さんです。お疲れ。おやる気ねえなら帰れよ家じゃん。寝てるじゃん。さっきまでツイートーク撮ってました。ツイートークからやってきた小林大輝と、あ、土田玲雄です。よろしくお願いします。家じゃん、すごい。そうだよ、家でしょ。ねえ、めちゃめちゃなんかマスタードソースみたいな、なんか、うん、おい、ナゲット食ってたから色のね、見えてきたわ。そうマスタードに、うん、はい、ディップされちゃおうよ。ディップされちゃおうよ。何言うてんだよなんかこの生放送の前にツイートークやってるらしいから、うん、大輝とレイを呼んどいたって清水さんが言ってた。これさ、話決まったのいつ頃なんですか。生放送時代は結構前から。結構前から。スケジュールはもらって、お前が知らなかっただけだ。知らなくて。一員なんか、ほんまに。そう、先週その収録で行った時に、ね、収録あって、そう、なんかメイクしてる時になんかスタッフさんから、今度ちょっとなんかここの部屋に回線がつながったんで、うんうんうん、なんか生放送やろうかなって思ってるんですよねみたいな話してて、もうなんか何、その来週の話だったから自分の話だと思わなくて、あ、なんだ、生放送だからやるんだとか言ってて、え、誰が出る、誰が出るのって聞いたのこいつ。だし、ここ使うんだったらなんでお前ら以外が使うねんって話だからね。え、貴様だよって言う。だって別にここ会社の部屋じゃん。まあ、ただ別に俺らの部屋でもあるけど、別になんかね、他のメンバーでも使えるのかなみたいな、そういうノリなのかなと思ったら、我々、基本的には我々が使ってる、我々しか使ってない、うん、ざっくりルームでね、いろいろ DIY したりとかしてるんですけども、はい、今日は、この4人で、ゲーム実況をしながらやっていきたいと思います、はい、実況、はいはい、前半はですね、YouTube ライブで、今回、うん、ザ・クリエイトの YouTube チャンネルでも、無料で、30分ほどを公開して、後半は、ニコニコ生放送のザ・クリエイトチャンネルにて、うん、放送になりますので、はい、皆さん会員登録してぜひ最後までご覧いただけたら嬉しいです。はい、はい、それでは参りましょう。中島よしきのザ・クリエイトスタートです。イエイ。蓋行った瞬間に芋食い出すのやめて。だってその時しか食える時ないんだもん。そうね、うん、今回はまあ狭いということでね、うん、普段2人でやってる時も基本マスク収録なんで、うん、みんなマスク着用にでの放送になりますけども、はいはい、ゲームです。ゲームです。ゲームします。まずは何のゲームするんですか。こちら、
Ryzen Chase Turbo。 Turbo Turbo Ryzen Chase Turbo。 1980年から90年代のクラシックな体験と感触を余すところなく詰め込んだローカル対戦にも対応したレーシングゲームだ。実在する世界中の都市を巡りながら自分のマシンをカスタマイズしてライバルたちのレースを勝ち抜いていこう。雨、雪、砂嵐、火山灰、いろいろな気候を体験しながら時には静かに沈んでいく太陽を横目に激しいスピードでトップレーサーの座を狙うんだ。クラシックながら新しい風を感じられる最高のレーシングゲームを体験しよう。というレースゲームですね。じゃあゲーム画面の方を出していただきましょうか。ライゾンチェイスタップ。昔懐かしいみたいな雰囲気のゲームですね。雰囲気、わあすごい、4分割されて、4分割ではねえよ。ボタン誰か押して。ただでさえ雑魚低い、雑魚ね、高いんだからね。やめろ、誰が短足や。ターボババアの力見せてやるよ。これ誰、ターボババア養成所の同期でさ、同じ小林だけど180超えてる小林豊かっていうのがいたんだけど、そいつと椅子座って座った時に雑魚がほぼ一緒だった。本当に一緒言うじゃん。それをね、今ね言ったらもう本当にサイレームの中では狩りのショーと一緒なのよ。レベルが、そう、雑魚がね、雑魚レベル、雑魚レベルがね。どこ行くのこれ。ロス好きでしょ、どうせ。ロスエンジェルス。どこから行くの。これカリフォルニアの達成率 39% なんで、カリフォルニアをちょっと制覇しましょうか。そうだ、ね、カリフォルニア。デスバレーは何なの。デスバレーもいけるんじゃないですか。アップグレードレース。さっきやった時解放されたやつ。アップグレードレース。3以上でゴールすると所有している全マシンがアップグレードされます。よーし、これやった方がよくない。でもなんかすごい簡単そうだけど、一見。本当だね。あ、じゃあちょっと自己申告してください。プレイヤー1、はい、左上、小林さん、小林です。プレイヤー2、俺かな、はい、この今動いてるやつで、右上ですね、私です。はい、はい、で文吉が、はい、左下です、これです。はい、で私が、番組 MC のにもかかわらず 4P です。あ、右下です。よしきの4ね。そうです、そうです。あ、じゃあこれにブリス。あ、でもハッピーに、ブリス、ハッピーになりたいから。インフィニティのブラジルみたいなやつにしよう。ブリスにしよう。どうしよう。インフィニティ。あ、でも俺今年のラッキーカラー、俺、あ、やばい、色。今年のラッキーカラー何？今年のラッキーカラーオレンジ、オーリンジ。オーリンジ。オーリンジ。いいね。さあ。あ、実況？あ、そうか、ゲーム実況するんだ今日。そうだよ。ゲーム実況で実況してるやついないでしょ。確かに。さあ、それでは始まりました。始まりました。デスバレー、スカール&スパイク。あ。スタート。スタート。おっと、小林大輝スタートが遅れた。山々に雄大な景色が広がる。お、すごい。実況してる。砂漠を優雅に走り出します。出した。もう出してる。痛い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 。めっちゃクラッシュ。ああ、クラッシュバーディク。違うゲーム。ずっと言ってる。クラッシュバーディク。ぶっ飛び、ぶっ飛びうんちゃらかんちゃらのやつ。うんどぼ、うんどぼ、あ、出た、ドゥントクン、ドゥントクン、あー、うんどぼ、うんどぼ、うんどぼ、あー、くそ、いつもここで、あー、くそ、ジェイスイス。さあ、いやー、このゲームにはね、ちょっとね、そういううんどぼみたいな、ちょっと、何うんどぼ、うんだば、いやー、あー、もうワクワク、ワクワクさん、ワクワク、ワクワク、ワクワクさん。今プレイヤー我々4人の中だと文吉が一番早いんですか。前ですかね。え、そこのゲームね、ワンレース中にね3回ターボできるんですよ。そう、あ、なんそのターボをねいかに駆使してこう上位を狙っていくかみたいな。なるほど。お、ハム太郎こともありつつ、なんかね途中にコインみたいなのを拾って、多分それを拾うとちょっとスピードが上がったりするんじゃないでしょうか。あ、なるほど。知らんけど。知らんかい。マジで知らんのよ。何の説明もないままやってるから。でもなんかいいことありそうなアイテムみたいな、コインみたいなのがたまに転がってる。ミスターどうなすごい。チェーン店の話めっちゃするやん。いいことありそう。ミスターどうなでも今日食べてるのはマクドナルド。あー、1位だ、やった。あー、4位だ。なんか1位だったけど。ラッキー戦。めちゃめちゃ前出たらすごいクラッシュしたわ。ダメだね、これ難しいですね。難しい。あ、でもアップグレード1位の人がいたんで。え、マシンに取り付けるアップグレードを俺が選べる。好きに使って。何、ニトロプラスあるの。ニトロプラス、あ、
さっきしましたけど。はい。サスペンションは、速度とステアリング。エアインテークは速度とニトロ。エキマニが加速と速度。エキゾチックマニューバーですね。これはサスペンションが好き。ね、サスペンションが好き、うん、なんかかっこいいじゃん。じゃあエアインテークにしまーす。仲悪いのかな仲悪いのかな次のコースはどうしましょうかね。ちょっと進んでいきましょうか。天の弱になっちゃう。どんなコースロサンゼルス難しかったですね。ロサンゼルスやってみましょう。どんなコースだったかな。ナイト・オブ・ナイト・エンジェル。エンジェル。いいね、これ。エンジェル。はい、改めて左上が大輝で、右上がレイオーで、左下が文吉で、右下が私でございます。はい、並び順になってて分かりやすいですね。オレンジ。確かにそうですね。オレンジのレイオーで覚えてね。オレンジ、オレンジ。え？え？だからすぐ家バレしちゃうんだえそりゃ目立つわそんな部屋やべえ暗いから黒い機体マジ見えない確かにあーやばい夜に紛れるじゃん夜に紛れる俺たちは妖怪人間なのあーもう全然道が見えないめっちゃぶつかる見えないねこれなんだぜよーもうねえよお前みんなちゃんとライトライト照らせよみんなキッズいるキッズラーメンってお前なんで前でラーメンやろお前もうラーメンラーメンつった今ラーメン食べたいね食べろ食べたい大人なんだずるずるどうもすすりでーあーいくらやいてなんでみんなそのコントロールらしいの確かにおすごい煽り運転してるからやだだからしゃあー痛い痛い転んでもブーストはやめないこの車すごい転んでもブーストはやめない早い早い暗いね本当にブーストはやめないやめない止まるまでブーストはやめないスピードが出てるじゃないかこれ知らない人いたな随分となんかスピードが出てるじゃないかなんかラグイですねなんかったよ FPS プレイヤー特有のあなんかラグイすごいスピードが速いくそくそくそ戦闘はどこだいや8位だ全然みんないっぱいいる戦闘はどこだちなみにあのここスタジオじゃないんで、はい、あのリアル壁ドンされる恐れありますんであはいあ2位だわあ4位だあ6位だ惜しかったですね。あれ全然1位取れねえな。全然取れないね。取れないね。いやちょっとサンフランシスコじゃないですよ。ロサンゼルスかここ。土地感がないですね。土地感ないです。行ったことないんでわからないです、まあ。あったらすごいよ。日本だったね。ねそう日本だったね。アスファルト＆サンシャインに行きましょうか。いいですね。すごいね。平和そうな感じで。アスファルト＆サンシャイン。アスファルトと。アスファルトね。太陽。アスファルトと太陽どうしようあ、そう、ヒートアイランド現象ってわーまあいいや、マシンは感じてる単語言ってるだけヒートアイランドのやつねヒートアイランド景色がいいかもやつハイドロ、ハイドロなんとか現象とかあるよねなんか夜じゃんねえ、言えば言うほどアホだよ何がアホやアホって言ったやつがアホやねんからなやっぱ、今日きついるなきついのえ、あれサンシャインとか言ってたけど夜じゃんサンシャイン来たよあ、サンシャイン来たイエーイ来たイエーイマリオサンシャインヒッホーシャク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 ポンポンシャクシャクあ、痛い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 車の看板の日が昇って板挟みにされてもいやもういや明るいねやっぱコース来たのやつ気があ、痛いアラサー4人がレースゲームしてる動画で金取ろうとしてるんだからすごいよねうわ冷静なこと言うまだ無料パートだからねもう後半すごいよもう本当に後半はすごいよそうだよすごいよ殺伐とする他にもあるからねゲームねゲーム3つやるから今日お腹よじれそうになったよあの最後のやつさっきの話すんなさっきリハでやったやつ見てないのよそれもうよじれたのよじれたよじれたよじれ肌アツシ。お、誰だ？アツシ、アツシどっから出てきた？よじれ肌アツシ。ミスターさんこれさ。よ。あ、順位だ。順位だな。4位ですよ。
んだ、誰だお前。太陽が昇ってきた今何時だろう、9時ぐらいかな。9時ってどうでもいい。朝マック行かなきゃ。お前マック好きすぎるだろ。あと1時間で朝マック終わっちゃう。終わっちゃう、終わっちゃう、確かに10時終わっちゃう。ツナマフィン食べたい。マフィンでも好きなのはマックグリドル。わかる、グリドルいいよね。グリドルいいよね。おナイス、ドリトル食べる。ドリトルあったね。私俺の後ろについていてくれ。お前誰だ。早い、みんな早いんだけど。キーが見えないですね。痛い、なんか岩の壁にぶつかった。岩の壁、私が1位。あ、なんだと。志田さん、え、もう最後抜かれたんだけど。ギリギリ抜いた。志田さんやるな。ちなみにさっきのテストプレイはずっと圏外だったずっと圏外だったの。いいじゃん、いいじゃん。やっぱ人間戦いの中で成長するから、そういうことが主人公でしたわ。ニュータイプだわ。ニュータイプです。この男ニュータイプだ。成長して、コーディネーターになりたい。完走しましたって、カルフォルニア。イエーイ、イースタート出たじゃん。イースタート行こう、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 イースタート行こう。モアイどこ、モアイどこ。なんかわかんないけど、イースタート行こう。どこにあるの。結構あ、日本あるじゃん。イースタートないんだけど、ハワイだったら。ええ、ここじゃない。チリしかない。チリの下じゃない。チリの下、シリの下、南極じゃねえもん。イースタート、せやな。イースタートなんかこの辺にある、ないんだけど、イースタートないね。カリフォルニアの中にあんのかな。カリフォルニア違くない。イースタート、チリの、チリだよね。チリじゃないんだ。チリなの。チリだよ、チリだよ。チリチリって勉強した。チリに聞いてる。ELT の、チリ出身の ELT の人が。ねえじゃん、イースタート。チリ出身、ELT、小学校の時のチリ出身の ELT の人がいるんだ。ELT、エブリニットロシアなんだっけ。ずっと俺の頭の中でタイムゴーズバイが鳴り続けてる。いつもそうが出てきちゃってるんだけど。え、追われるコミュニケーションじゃないの。え、なんだっけ。あのさ、英語の青になる教英語教えそれはミラクルさん。 ALT さん、ありがとう。 ALT バカしかいねえんだよな。なんかイングリッシュだな。いいやつ、 A が出てこないよ。イングリッシュだから E が出てきちゃう。アングリッシュ。うわ、モアイがいっぱい並んでる。モアイが、モアイにぶつかって、モアイのやつが。渋谷か、ここは。それモヤイ、モアイすごいわ、これ。モアイ像のところで集合ねって言っても、これいっぱいありすぎてどこに集合するか分からなくなっちゃうよ。どこに集まればいいの。なんか色もいっぱいあるし。あーあー、くそモアイが。クソモアイ、ゴールドのモアイ。車よりやっぱ強いからね、モアイの方。モアイ像ってどういう意味があって作られたのか、未だに謎らしい。そうなんだ。どうやって作ったのかもね。ね、わかんないみたいだね。いいですね。小6の時に自由研究で紙粘土でモアイ像を作った。なんかすごいレイオっぽいね。すっごいクオリティだったんですけど、友達にすごいキモいキモい言われて、で発表するタイミングでそれ落としちゃって、その瞬間のクラスのっていう、ある女子のっていう、あのなるよね。あの声忘れらんない。全然曲がりきれない。ELT。ELT。あー、ガソリン残りわずかって言ってる。なんで？どういうこと？取ってないと。え、なんで？俺もだ。ガソリン取らないと。ガソリン不足。どこ？ガソリンどこにあんの？ガソリン全然ないね、確かに。ガソリンもね。確かにガソリンやばい。どうすりゃいいんだ。え、ガソリンなくない？あるあるある。そんなものはない。あるところ、あるあるある。俺取った今。嘘。あった。あった。無理だ。うわ、もうダメだ。あんなインコースに配置されても無理だって。そうだよ。今我々は。そのモブキャラみたいな言い方するやん。そんなインコースに来るだって無理だって。ガソリンスタンド来いよ。ガソリンスタンド来ねえだろ。来いよってなんだよ。インスタートにガソリンスタンドねえの。ああ。やだ。やだ。ガソリン切れだ。止まったー。ガソリン切れた。
やさすがやな、あ、大輝が1位ですね。若干1名ちょっともうゴールインフラ整えてもろっていいスタートいいスタートやっぱね、いいですね。え、俺なんでいいのすごい、いいな。え、俺さっき1位になったのに何もなかったな、そういうこのアップグレードエリアだ。こんなの初めて、こんなの初めて、どうしたらいいの。はい、しろよ、こんなの初めてでわかんない。とりあえずニトロでいいんじゃない。ニトロやっぱクラッシュの話しない。ファーン、パサ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 クラッシュ前に2のやつファーン。え、じゃあこのアタオカサオ攻めたり攻めたり守たり攻めたり守たりいろいろあるよね。食べたりいいね、食べたり攻めたり守ったり食べたり飲んだり飲んだり攻めたり高富の鎌たりねえ、今日の配信クソつまんないよ。クソつまんないよ。クソつまんないよ。俺らだけが一瞬見てだけだ笑ってるやつだよ。こんなん、なんでこのページ開いちまったんだよ、みんな。許せ、友よ。ごめんな。俺だってこんなんしたくないんだ。でも、口が勝手に。勝手に言ったり。おー、あったよ。やばい、ガソリン。あー、やばい、もうクソ。あ、ガソリン取れなかった。ガソリン取ろうとして、事故っちゃった。もうやだ、帰りたい。どこに、ね、北海道。実家。実家のやつ。あー、邪魔。どいて。あって、なんかターボ増えるよ、これ。うん、なんかね、紫のやつ増える。なんか紫のやつ。紫ターボか。うん、紫ターボって言ったの。でもね、まだほとんど落ちてないよ。そう、ほとんど落ちてない。たまたま、ああ、またガソリン層取れなかった。いや、ガソリン取った。ガソリン層ガソソソね、これできるぞ。ガソソソソソか、あそこそクソソソ。なんでガソリン床に転がってんの。そもそもクソソソ。ゲームを否定するのやめなさいよ。だいたい床に転がってんでしょ。転がってねえよ。だいたい転がってんだよね。誰が置いたの、このガソリン。ありがとう、お礼が言えるいい子だけど全然ガソリン取ってない。でもこのコースなら大丈夫そう。だってもうファイナルラップ。レイオンの最後のだった。オッケー、ファイナル。なんでそんな早いの、ね、分かんないんだけど。いや、ガソリンが残りますか。そういうだろ。フラグ返してるの早くない。今俺は感性で動いてる。感性で動いてる。すごい、惰性で動いてんだ。あ、ガソリン、よっしゃ、勝った。やばい、もう。あ、4位か。全然ダメだった。ダメだったね。これは今感性で動いてた ね, ねえ、衝撃なんだけど、あと5分で無料パート終わりで、次のゲームとかにする。大丈夫。いや、もうこのまま行って、うん、有料に切り替わった次のゲームに行きましょうか。3、はい、つありますから、あと2つあるからね。ホ、うんね、ライゾンチャージターボやってきますよ、チェイスね。あ、本当だ、チェイスだったわ。お、アルマ、アルマ、アルマ、必ず。それカルマ言うと思った。ファイナルファンタジータクティクスの弟、あ、妹の名前がある。なんで、なんで、アルマカルマ。アルマカルマって何。リーグレイマンに出てきた気がする。そうだよね、みんな有識者。有識者コメント待ってます。コメント待ってます。見れないけど俺は。よそ見運転になっちゃうから見れないからね。しっかりと運転していかないで。そうしっかりと運転をしていく。これでも初見むずくない？コースが結構ね。ちょっとなんかこの急に舗装されてない道路なんで、どうしたの？ブンブン。あ、そしてめちゃめちゃ日が沈むのが早い。ちょっと勘弁してくれよ。夜は危険。ライトを灯せ、車。なんで灯さないの？無灯火だよ。なんで？灯ってるよ、灯ってるよ、灯ってるよ、灯ってる、灯ってる。ハエビームにして。サボテンダーがいる。ハエビーム。サボテンダーはおらん。せやろ。トークを照らしておきれ。トーク。俺たちのトークも照らしてくれ。おお。照らす？ツッチーです。北海道から来ました。ダメそう。ダメそう。ツッチーです。ツッチーって呼んでください。ああ。懐かしいな。ああ、よし、よし。どこでターボ使えばいいんだ？ね、台所が。マップも見た方がいいよね。でもそのマップ見る余裕がない。ぐにゃぐにゃしてて。やばい、このままじゃ事故っちゃうよ。やばい。アホほど
ど。すごいテクニカルコースじゃない、うん、ね、難しい。曲がってばっかり。すごいグラブね。人生みたい。人生曲がり角曲がってばっかり、うん、十二指腸みたいな。お肌も曲がり角。十二指腸みたいな。人生は十二指腸。人生は十二指腸。深いね。てかもうなんかこう、なんか道なき道を行く。ねえ。いったいった。人生じゃん。ね。俺たち今人生という道走ってる？そういうことだね。ファイナルラップ。人生の？いやだな。もうゴールして。痛い。いいよね。あかん。こっち来たらあかん。やめろ関西弁適当なやつ。おい、名シーンだぞお前。やめろお前適当やろお前。名シーンやぞお前。こっち来たらあかん。お前適当やったろ。あくそー、くそー、4位だー、あーダークソウル。ダクソすんな。ダクソー、くそー、あー疲れたね。え、何この配信、ザックリエイトやばい番組だね。あ、でも入会しましたっていうコメントが。本当に大丈夫そう。どうダクソ？ダクソ？大丈夫そうみたいな。ダクソ？ダクソ？ダクソ？これダクソ？ダクソ？いやどうしよう。サンディアゴ？サンディ。ビジャリカ？ビジャリカサンディアゴ？もう一レースぐらい行けますかね。ロキャピタルとか。キャピタルいいね、かっこいいな。ラキャピタル。ラピタ。こちらラキャピタルポワルです。美味しそう。すぐポワルんだから。フランスはすぐポワルんだから。ポワルんだね。ポワりがち？ポワルんじゃない。天気で変わんねえから。ポワルんだからね。キャピタルをポワりして保守しました。お前が言ったんだよ。怪我にしろ。ビビって言ってんじゃないよ。狭い狭い。真面目にやる。狭い。ちょっとトンネルだ。おお、何渡ってきてんだお前。いやもうやだ、もう煽り運転やめて。すっげえターボで出てたやついるな。多分小林。ターボ GG、ターボ GG。ターボ GG。ターボ GG です。ターボ GG。どうもターボ GG。ターボ GG です。わしより早いじゃと。許さん。若造にはまだまだ負けんわい。おお、フラグ。負けるやつがいるんだよ。負ける爺さんがいる。どっから声出たの？ああよし、ガソリンを取った。ああこれで事故ることはない。ガソリンで事故は防げない。痛い。いやもうなんつっこいだそれ。なんつっこい。一応痛い。お、ターボを取った。これでターボだ。お前もなるというのか。あーターボジジイマーク2。マークタボジマック2。ここまで上がってくるがええわ。早いぞ。あ、ガソリン、ガソリン切れの人がいる。あ、やばい。やっちまえ。完成で走ってますよ。まだガソリンで走ってるよ。あ、くそ。だけど僕にはターボがあるんだ。あ、くそ、邪魔だ。あ、どけ。まだ完成で走ってる。まだやだ。やった。あ、ちょっと待って、ガソリンないんだが。ターボしていくわ。ここでターボしていくわ。事務所の先輩やぞ。先輩やぞ。お家にも遊びに行かせていただきましたよ。懐かしいな。懐かしいな。最近なかなかできてないけどね。藤原さん家でお花見とか。お餅つきました、私は。あ、もうやばいかもしれませんね、これ。やばい。終わりますね、多分。そう、全然。やばいね。ないじゃん。ないじゃん。どこにあるの？帰った。あー、あった。また4位だ。くー、悔しいな。銅メダルです。というわけで素晴らしい。何を見せていたのでしょうか、私たちは。あ、俺フレンドブロッカーって称号だったわ。あの、やっぱり後ろをずっとガツ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 ブロックされてたんだよね。あ、悪い運転をするから。ごめんね、ごめんね。はい、それでは、あ、前半はここまでです。このままね、ぬるっと後半へ突入しますが、YouTube ライブでご覧いただいている方は概要欄の方に、ニコニコ生放送のチャンネルの方、
URL 貼ってありますんで、はい、そっちからぜひ、会員登録していただいて続きご覧ください、はい、会員登録して今、ニコニコ生放送で見てるよという方はこのまま、引き続き見られますので、見てください、ぜひこの機会に会員になっていただけると。ごめん、コーラが今上がってきちゃった。コーラ、コーラは上がってくる。あ、おおおお、この後も引き続きダラダラとゲームやっていきますんで、本当に、まあ、不安になってきましたけどもね。ちょっとね、本当にこれでいいのかなっていう。これね、俺たちは楽しいんだけど。俺たちは楽しいんだけどね。あと、シンプルにシラフです。はい。一滴も入っております。一滴コーラは入ってる。コーラは入ってます。シラフとかじゃない。レイオ？レイオ死んだんか？ずっと鼻かみたいんですよ。かめよ。このなんか後ろにティッシュあるんですけど、これ使っていい？いいよ。いいよ、使って。いいよ、失礼します。はい、またですね、2月20日に、実施する中村修吾とのね、仲良しのイベント、配信もあるそうなので、配信でもぜひご覧いただければと思います。助かるわ。さっきちょろっと修吾とうちやり取りしまして、なんかしそうです。なんかしそう？本当に何もしない予定だったの？うん、何もしない予定だった。それでいいのか。荷物増えました。お、お、荷物が増え、なんだろう、人生ゲームでも持ってるんですか？これはもう清水さんが持ってってくれよ。なんで俺が持ってくんだよ。いくらでもある。いくらでもある、ゲーム。はい、で、そのままじゃあ後半へ GO。 後半へ続く。別に蓋とかないんで。ないんか。そのまま行くんだよ。そうか、そのまま行くんだよ。ポテト食おうと思ったのに蓋の間で。くそー。いや、でも、まだ、まだ残ってる。そう、次のやつね、開いとくかね。そうですね、そうだね。これからね、切り替わったら教えてください。これね、これですわ。これ開いときます。なんだ、すごい、もぐもぐタイムだ。もぐもぐ食べてる。そうだね、そうだね。そうだよ。